したね。いいじゃん、くん。はいよ、あんずちゃん。あんずちゃん、今日注射なのでケージの外出ないでおいてもらえるかな。出かけるまであと2時間あるんですけど、一度外に出て隠れられちゃうとちょっと厄介なんですよ。なんとなく朝だから遊べんのかなと思ってるでしょ。そのまましとこうかなね。駐車行って帰ってきたら遊べるよ。いや、遊んじゃダメって言われるかな。ちょっと今日は我慢しようかね。どうする？大丈夫？ちょっとなでなでする。これはまあ2時間あるからね。最初の1時間でちゃんと戻れば。じゃあね、外に出るって感じよりもここでなでなでの練習しようか。はいはいはい。ちょっと手が踏み踏みっぽいことをするようになってきたね。
じゃあ1時間でやっか。昨日の深夜、ケージの中で寂しそうに泣いたそうです。まあ寂しいからかどうかは分かりませんが、それからケージの中を、上行ったり下行ったりちょっとバタバタしたようですが、これも寂しいからかどうかは分かりませんがね、出たかったって感じますね。そうだね、ケージの中から出たくてアピールしたのかもしれませんね。出られるって思ってるのかもね。最近は外の時間が長くなったからね、うん、あとはいつもの遊ぶ相手がもういませんが、ジャン君とポンちゃんに遊んでっていう風に言い出すでしょうか。ポンちゃんはちょっと厳しい子なので気をつけてね。ジャン君は遊んでくれるかもよ。掃除をしようかな。出かけですよ。出かけてよかったですね。何ですよ。面白いな、ずっちゃん。シュッシュー、シュッシュー。アンズちゃんは診察台の上でさ、うん、ネットから出せるかな。あー、どうかな。ちょっと考えとかないといけないね。そうだね、微妙だね、今ね。手で押さえてっていうのが、うん、そこまで信頼を受けてないかもしれないから、じゃあネットのままにしてもらおうかな。ね、すごい喜んでゴロリンゴロリンしたり手続きしてきたりするけど、どうなの。まだ普段はね、すり寄ってくるとかではないので。この間初めてさ、ご飯じゃない時にすり寄ってきたけどね、うんうん、まだ微妙かな。まだ微妙だよね。そうだね。逆に今までのケースだと、病院でちょっと怖い思いをした時に真央さんにすがってきて、そこから仲良くなるってことはあったね。究極の選択でねえ、この状況だったらもう頼るのはこの人しかいないみたいになった時に、そうね、
絆ができるっていうパターンはあると思うんだけど、そうすると今のところ真央さんの方が近いので、ネットから、出さなきゃいけないんだったら手で押さえたり抱っこっぽくしながら出すと、先生にはまだちょっと慣れきってないっていうのを伝えて、ずちゃん一番微妙だね、それがね。そうだね。でも、アラボシオ君の時の注射の時に、割ってどのくらい慣れてる時に連れて行ったんだっけね。忘れたかな、ちょっと忘れちゃった。ちょっと忘れちゃったね。いろいろありすぎて。どうだった？なんか、あとでちょっと動画でチェックしてみようか。動画がすぐ見つかるかな。それ見つかると思うけど。いっぱいありすぎて。一応タイトルにワクチン注射って書いてると思うよ。おお、ワンちゃん。ワンちゃん。ワンちゃんも遊ぶのね。はい、病院に行くのにちょっと今失敗しています。これをもう閉じちゃって、でもあの穴から出られるんだよね。ちゃんくんが迎えに来ました。あ、出てきた。出てきた。ちゃんくんが行ったら出てくれるのか。ちゃんくんが行ったら出てきた。ちょっと待って。今完全に。はいで。はいで。なんかジャン君が守ってる。ジャン君が守ってる秘密。アンズちゃん。うん。なんか上の箱からシュルシュルって出てきたなって思ったら、アンズちゃんのところに入っていって、なんかジャン君が今守り中。また奥行っちゃった。ジャン君、ちょっともう一回呼んでくれないかな。すごいね。